優勝本当におめでとうございます。ありがとうございます。何をどういうふうに意識してこう、まあ、練習されてるんですか。まあ大事にやるように心がけてますね。うんうんうん。立った瞬間というのは どんな感じだったんですか。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、なんとあのビゲンでですね、応援させていただいてます大相撲力士の若隆景と YouTube を撮らせてもらえることになりました。いや、これマジすごくないですか。テレビの取材とかがほぼ断ってるらしいんですけど、 NHK か M&A バンカっていうなんか謎のね感じでございますがこの後ちょっと撮らせてもらいたいなと思ってます。はい、今回はですね、なんと見てください、力士の若隆景さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。お願いします。来ていただいてるじゃないですか、これ毎回間違えますけど、私が部屋に来させていただいております。遅くなりました。優勝本当におめでとうございます。ありがとうございます。今年の3月場所でね、はい、おめでとうございます。86年ぶりの開花というか、そういう形で出てましたけれども、はい、でなんで、M&A バンクに若隆景かっていうとですね、ビデンでちょっと応援させていただきました。ちょっと取材をさせてくださいっていうついでに、じゃあ M&A バンクをお願いしますって取らせていただきます。はい、何の取材かちょっとよく分かんないと思うんですけれども、よろしくお願いします。で、早速聞いていいですか。はい。なぜ相撲をまず力士になろうと思われたんですか。そうですね、はい、僕、もともと父親も元相撲取りで、ほう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 、祖父も元相撲取りで、まあ、実家もちゃんこ屋さんで、ほう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 、本当に相撲っていうのが小さい頃から身近にあって、うん、まあ、自然と相撲を始めたっていう感じですか。なるほど、なるほど。ウィキペディアでちょっと検索すると出てくるんですけれども、福島県の福島市出身ですよね。はい、3兄弟で同じ部屋で今もやられていて、はい、じゃあ、おじいちゃんもそうだし、お父さんもそうだと。そうですね。じゃあもう相撲屋でも当たり前だという環境で生まれた。まあそうですね。そんな感じですね。小学校1年生の時に相撲始めて、うんうんうん、まあ、父親がたまたまその福島の相撲クラブで、はいはい、相撲を教えることになって、うん、まあ、そのタイミングで兄と一緒に、うんうん、相撲を始めました。あ、なるほどね。はい、じゃあ、ネットで見ると他のなんか陸上とか柔道とか、ね、あ、そうですか、はい、まあ、始めたきっかけっていうのは、うん、柔道のことは覚えてないんですよね。小学校1年生の時に、はい、他の父親に連れて行かれて、うん、小学校6年間やってました、ね。うん、陸上はもう走るのが少し慣れて、うんうんうん、趣味っていうか遊び程度で、うんうん、やってました。なるほど、なるほど。ちなみに兄弟3兄弟ですよね、はい、喧嘩とかしたら どんな感じなんですか。まあ、今は分かんないですけど、はい、小さい頃はよく本当に、まあ、喧嘩したりとかありましたね。いや、その時は、はい、スモールールなんですか、ね、今は。いや、相撲ルール関係ないです。それからなんか昔はそんなに強くなかったと、で小学校で、はい、でも高校生ぐらいからもうめきめきとこう中学生ぐらいですかね、まあ、実績どんどん積まれていったって形だったと思うんですけど、はい、何をどういうふうに努力されたんですか。本当に人一倍から小さくて、うん、本当に小さい頃勝てなくて、うん、でまあ、体を大きくするのもそうですけど、繰り返してやろうとかそういう気持ちで常にやってましたね。負けたくないっていう、まあ、そういう勝ちたいっていうそういう意識で、うんうんうん、体ちっちゃかったけれども、はい、まあ、やっぱ気持ちで負けないっていう感じ。そうですね、本当に、まあ、負けたくないっていうそういう気持ちでやってましたね。その研究とかって、はい、こうネットで検索して YouTube とか見て、はい、こう勉強したりするんですか。あ、しますね。あ、するんだ。対戦相手とか、はい、あ、そうですよ、はい、で、YouTube 見ます見ますね、大丈夫です。ちなみにどういう、じゃあ、インターネット。あ、本当ですか。ありがとうございます。見てるな。あ、そうなんですね、はい、あと、もう本当素朴に、まあ、疑問なんですけど、はい、めちゃくちゃご飯食べるのも仕事じゃないですか、はい、1日5食、6食いや、歴史は基本的に1日2食なんです。え、そうなんですか。はい、大体朝稽古が、はい、今7時半からやってるんですけど、うんうんうん、その前には朝食っていうの食べなくて、激しい運動とかこう戻しちゃったりとかそういうこともあるんで、うんうん、朝食取らずに稽古して、うん、で稽古後11時12時ぐらいに1食目を食べて、夕方6時ぐらい食べて、うん、まあ、基本的にそれ2食です。あ、2食なんですね。はい、1日の流れっていうのは朝起きて6時ぐらいに起きるんですか。6時ぐらいです。6時ぐらい起きて朝稽古始まりますよね、はい、でそこから9時半ぐらいから、まあ9時半とか9時ぐらいまで。そうですね、10時9時半10時ぐらいまで、はい、まあ、休憩して、まあ、お昼に
それでお風呂入ってちょんまげを湯に直して、おお、はい、おおおおで昼ご飯食べて、はい、昼寝っていう感じですね、うん、4時に起きて、はい、若い衆さんと掃除とかちゃんこばとかして、うんうん、で6時ぐらいに夕食っていう感じですね。あ、じゃあ練習は結構朝だけですね。朝だけ。そうなんですね、はい、そうなんだ。意外、僕な結構その朝昼晩と、まあ、結構するのかと思ったんですけど、はい、朝だけなんですね、はい、じゃあ限られた時間の中でやらなきゃいけないじゃないですか。はい。何をどういうふうに意識してこう、まあ、練習されてるんですか。そうですね、まあ基本しこすりはしてこう、うんうんうん、っていうのをすごい、まあ、大事にやるように心がけてますね、うんうんうん、まあ、その基本動作なので簡単そうに見えて一番きつかったりするので、はい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 、はい、まあ、そういうのを大事にして。なんか素朴な疑問というか、はい、その練習するときに対戦相手をイメージして稽古するんですか。あ、それともなんかもう自分の型を作りに行ってこの型でもう全員力士に勝負していくのか、どういうふうにこうイメージして稽古されているのか言える範囲で結構です。基本的には自分の型を意識して、やりますけど、まあ、稽古場なので、うん、いろんなことを、試しながらやってますね。自分の型とはちょっと違ったことをこう取り入れてみたりとか、新しい技の開拓とか、まあ、技っていうか、まあ、そうです、立ち合いの当たり方とか、はい、ちょっと変えてみたり、まあ、そういう工夫はしたりします。こう、はっきりこう立ち合いの時に、はい、こう目でこうペイントかけてるのするんですか。いや、まあ、どうですかね、あんまりペイントはそんなにかけたりはしないですていうか、一括するそうだね。いやいやいや、本当。じゃあちょっとその優勝した時のことを聞きたいんですけど、はい、今年2022年の3月場所ですよね。はい、おめでとうございます。で、86年ぶりの廃墟、そう、新関脇での優勝が86年、はいはいはい、どの辺ぐらいから、はい、あれ俺いけるぞっていう感じだったんですか。まあぶっちゃけ13日目あたりからちょっと意識しましたね。あ、でもそれまでも結構勝ち越して、あれ どういう心境だったんですか。あ、でも僕より勝ってる歴史が、いたんで、うんうんうん、ここまでこう優勝っていうそういう意識はなかったですね。まあこのまま頑張ろうっていう、まあそのぐらいでした、うんうん、ただ13日目あたりからちょっとこう意識して始めた、うん、最終日の前日とか寝れなかったりとか、そういう、うん、あ、まあでも後半に行くにつれてやっぱりなかなか高熱気が悪かったりとかはしました、ね、うん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 。じゃあ実際最後の当日立ち会った時に どんな心境で挑んだんですか。前の一番、本割での一番はもう緊張したんですけど、うん、もう決定戦の時はもう本当に最後、まあ、なんとかやってやろうっていうそういう、まあ、緊張よりもこうやってやろうっていうそういう気持ちが強かったです。ああ、そうなんですね、はい、実際こう勝った瞬間っていうのは どんな感じだったんですか。いや、そうですね、まあ、マジかみたいなマジかって結構際どかったんで、勝ったかどうかもいまいち分かってなくて、はい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 、はい、軍配をパッと見たら僕の方が勝ったんで、うん、マジかと思って、うん、優勝しちゃったみたいな、なんかそんな感じでした、うん、もうそこから祝福の声とか LINE とかもすごかったんじゃないですか。まあその日はバタバタしててなかなか見れなかったんですけど、うん、次の日に確認したらすごい連絡とかそういうのいただいてました。でもすごいですねなんか優勝して変わったことってあります。やっぱ人が見る目が変わったとか、昔全然仲良くなかった友達が、ね、あ、そういうのもありますね。ありがとうございます。お前かよみたいなそういうのもありますし、あと外歩いてても、はい、すごく話しかけられるようになりました。あ、はい、ファンもね、めちゃくちゃ増え、まあ、なんじゃないですか。そうですね、まあ少し増えたんじゃないですか。いやいやいやちなみに、はい、好きなタレントはタレントタイプって、はい、可愛い系より綺麗系の方が好きです。あ、と言いますと、まあ、黒木メイサさんとか。あー、そっち系ね、はい、はい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 。奥様も見てる。まあどちらかというと黒木メイサより、いや、まあそんな可愛い系より綺麗系だと思います。なんか、はい、照れた感じがすみませんねなんかいいですね せっかくこう経営者が見てるチャンネルなんで、はい、何か一言経営者に向けてメッセージがあれば。
挨拶みたいな感じで、応援よろしく、何でもいいですよ、もう 俺を応援してくれてもいいですし、そうですね、荒汐部屋の若隆景、応援よろしくお願いします。はい、ということで、よろしくお願いします。じゃあ、今回は若隆景と撮らせていただきました。また M&A バンクでお会いしましょう。ありがとうございました。皆さんチャンネル登録おすでしょうか。このチャンネルでは会社売買のリアルな情報をお届けしております。実際の売り手や買い手、あと専門家の方にもですね、出演いただいて M&A の裏側をお届けしております。売却を検討される前にぜひチャンネル登録してください。